三村信久は、地方競馬の高知競馬場、松木ケース家級者に所属していた元機種である。地方競馬教養センター機種家庭第73期生。2001年3月31日付で、地方競馬機種免許を取得し、福山競馬、東、森有級社からデビュー。同年4月29日。 第2回福山競馬1日目第2競争を、ロイヤル王子で、初起乗。同年5月6日、第2回福山競馬6日目第3競争を、別トップで優勝し、初勝利。2002年10月15日第17回全日本、新人王総派戦出場。2005年7月23日、第6回福山競馬3日目第4競争を、藤木飛竜で優勝し、 地方競馬通算100勝達成。2006年1月2日、第14回福山競馬1日目第10競争を、雪の誉れで,で優勝し、重勝発制覇2007年8月14日、第8回福山競馬2日目第5競争を、プレザントボーイで優勝し、地方競馬通算200勝達成。2009年には、東森町教師の廃業により、 戸川義和厩社に移籍同年2月21日、第19回福山競馬3日目第11競争を、土佐のシーロで優勝し、地方競馬通算300勝達成。2010年3月6日、第19回福山競馬1日目第2競争を、ユノピカソで優勝し、3666戦目で、地方競馬通算400勝達成。 同年6月7日から8月11日まで、南関東公営競馬で前年リーディング5位、以内25歳以下若手騎士として、期間限定騎乗を行った。南関東での所属は、船橋競馬場、佐藤健治休者。南関東での成績は73戦8勝2着5回3着6回。2013年3月をもって、福山競馬が廃止されるのに伴い、 同年4月から、南関東、大井競馬場へ移籍した。当初は、橋本和馬厩社に所属していたが、同年7月1日付で、高橋三郎厩社へ移籍した。しかし、南関東移籍から1年に満たない同年12月13日付で、騎手を引退することが発表された。その後、佐賀競馬場の高田豊次厩社所属の厩務員となって、いたが、 2015年3月17日に実施された地方競馬機種免許試験に合格し、同年3月31日付で機種免許が再交付佐賀競馬所属の機種として現役復帰した。しかし佐賀での起乗開始から1年に満たない同年12月10日付で高知競馬場、松木ケース研究者へ移籍した。 2018年7月31日付で騎手を引退、地方通算成績は6571920勝、2着835回、勝率14.0%、連帯率26.7%。ありがとうございます。